どうじゃいったー。はい、あの白いところを影で染めればよかったんですね。ということで、ホコラチャレンジクリアです。黒く染め上げて、覚えてらっしゃいますでしょうか。あなた様のおかげで私の務めは完成されました。これよりはこの地にて聖なる祠を見守り管理するよう努めましょう。それにしても見事なお手並み。あなた様ならあの儀式も達成できそうですね。あら、飛び込みの儀式、これは多分やってるぞ。うん、おすでに空島で飛び込みの儀を終えられてたのですか。てか、たまたま着てる服それですけど。うん、さあということで、クリアですね。祠チャレンジ、黒く染め上げて、朝の光を受けて遺跡が作り出す影を白い印、これだな。これ、このクニョーンってなってるやつ、これに重ねたよっていうサブクエストでした。ということで、暗方の祠と、まあ、祠チャレンジもやろうかななんて思ってたりしてますね。よいしょ。いや、祠の中身をね、もちろん攻略してる途中なんですけど、まあ、こういうところやるのも悪くないんじゃないかということで、ちょっとやってたりしてます。あ、ごめんなさい、なんか録画できてなかったみたいなんですけど、行きましょう。テコの力、テコの力、なーるほど。こんな感じで、あ、違う、まず先だな。こっちの器を先にここにつけましてボールを乗っけまして、そしてこれを高いところから落とす。美しい、あまりにも美しすぎる。これはダーウィンさんも感涙ですよ。よし、まあ同じ要領だろうな。ここにつけて、ここにつけて、これを乗せて、これをこうすると、あー、でもちょっと違うかも。もしかしたら逆の可能性すらあるけどですね。多分これこっちだわ。こっちにつけて、これをこうして、どうしたらいいんだ、こうか、こうつけて、鉄球を乗っけて、この状態かな、この状態でこっちをつけた方がいいかもな。よし、行くぜ。ここな、超高いところからドーン。え、いけるはずなんだよな。俺がいけてるんだから。あん、なんで俺がいけたならいけるでしょう。よいしょ、とりあえず上の方まで飛んで、マジでないよね、他に使える素材。あー、むずすぎ。おいったー、嬉しい、これは嬉しいよ、これは嬉しい。さ、ということで、私も運んでいただきましょうかね。レッツゴー。ウー、人によっちゃ怪我するぞこれ。あ、
ね。うん、親切設計で助かったぜ、グーリア。進むか戻るか、タウヨシ、タウヨシプニの祠。俺ら戻る戻る、ボゲー。よし、はい、よいしょ。そういうの期待してない。はい、行かれてやがるよ、行かれよってからに。そうはならんくない。そうはならんくないが、長いし、ロードもなあ。俺こういうさ、もう黒い時間のどう尺取るか、どう話を取るかで日々猛烈に悩んでいるのに、なあ、心を悩ませているのに。届く？あー、届くね。はい、ほっ、すげえ、空飛んでる。うん、いらん、もうさっき取り替えたし。よし、さあ行きますか。進むか戻るかね。これを押すと、はあ、なるほどね。これを取ってそこにはめ込んで、戻れ子をこいつにかけると押し出して進むよと。いってらっしゃい。進もうぜ。よし、で、ここは、はい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 、あー、なるほど。うい、行きましょう。最後こっちか。はい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 、なるほど。これは持てないの？はあ。とりあえず乗せるか。はい。あ、乗らん。乗らないこれ。よし、乗って、まあとりあえず俺はこっちに進んどいてな。で、あいつが方向転換をしたタイミングだな。よし、ここいらで、たまに戻れ子をかける。たら、いい具合に、落ちてくれるんですね。あ、気持ちいい祠だわ、これ。ありがとうございました。はあ、裸の人。計略。なるほど、頭脳戦か。いや、そっちの方がまだね、まだ楽しくて好きなんで。うん、ここにおびき寄せて燃やすとかもありそう。とりあえず、とにもかくにも高いところから見ましょうね。まだ高いところで見た方がいいんだから。え？え？何これ？あー。わからん。パワーでいこうぜ。わかんないんだから。弓兵はもうパワーで氷を押すと、はい、やれるときにやっとかないとな、こういうのは。いっ、あ、いるじゃん、こんにちは。まずは初手ダウン。うーん、体力多いなこいつ。中途か、あ、だな、こいつ強えやつだ。バカじゃねえのリンク、お前。いっ、よいしょ。体力なしが、ああ、よいしょ、ガンガン進んでっか。まあでもなんだかんだパワーでどうにかなりそうな気がするけどな。うーん、厳しくね。あった、まず一人は死んだ。よし、ダメなんかい。よいしょ、
縦だるいな。でもこいつ強い武器持ってるから欲しいな。あ、いや、よし、あーやばい、目ん玉打ち抜く予定でした。よし、いいぞ。とりあえず今持ってる武器をスクラビルドするところから。で立てつけて、まあなんかちょっとはマシになるだろう、このスクラビルドも。こいつが一番強いな。やばい。オッケー。これ体験のな、体験のやつ戦いにくいんだよ。よいしょ。これつけて確実に脳天を打ち抜いてから畳みかけると。オッケー。計略というよりゴリ押しでしたけど、まあそういうところは気にしないでください。皆さん気にしちゃいけませんよ、こういうの。ハッピー、気分よく終えられて、よいしょ、ハッピーです。さて箱の中身はなんじゃらほい。速射の方がいいかな。ありがとうございます。裸の人、またかい、潜入、不意打ちが肝っぽいっすよね。あー、なるほどね。ういこれが肝だろ。で少しでも火力を上げた方がいいからな。こういうところは惜しまず使ってこう。攻撃力1上がるのでも意外とでかかったりするんだから。待て、何かある。うっ、ん、何あれ、なんか使えそう。格子、え、あ、すべて知るのは やばい、絶対バレないと思ったのに。行かれてやがるよ、お前。はい、おバカになっててね。待て。どのスクラビルド素材より強い、こいつら。違う。カリューは槍につけとこうか。いるのかい？あ、いるね。いや、もうご了承でやるか、これも。潜入とかわかんねえしよ。よいしょ。あ、やばい。いた。よし。大変でした。あ、大変、本当に大変。はい、ありがとうございます。よし、こんな大変な祠はね、ぜひこうレアアイテム、いい素材あるんでしょうね。70点。いらないものを渡されるよりはまだいい。ありがとうございます。ウェーイ、癒えた心に染み渡るラウルの祝福、ありがとうございます。70点、まあ、いらんよりマシだから全然あれなんだけど、ありがとうございます。救いは天にあり、サヒロワの祠。おお、あ、ごめん。ごめん、こんなところに落とし穴があるとは思わなんだ。救いは天にありね。
お、すげえ。めっちゃ落とし穴。ほい。冷静に1個ずついくか。すげえ、ステルス感満載で、あたし嫌いじゃないわよ。ほい。なるほど。よし。で、救いは天にあり、上登れってことか。なるほど。ほい。持ってあげまして、まずこっちだ。よいしょ。あ、足りねえ。マジ？じゃあこうして、こうする、乗る、ちょ待ってよ、乗る、振り向く、戻れこする、持つ、あげると。はい、行きましょう。これ合ってんのか、このやり方。あれ？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 うわ。今まで実は違ったんですよ。こっちか、正規ルート。おお、びっくり。よいしょ。はい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 。いや、きしょう、無理やん、こんな。え、無理無理無理。あ、ういー、ありがとうございます。結局あそこのさっきのやつはどう進んだらいいんですかね。よいしょ。さっきのやつが何かわからないままですが、とりあえずクリアです。あざした。うい、ラウちゃん、祝ってください。ありがとう、こういうのでいいんだから。あ、ちょ、うまくいかなかったな。うまいこと練習しないとな。縦サーフィンをあそこで使うの、こう宝箱開けた後すぐに出せるようになんねえと。開けてこうすぐな。うん、これができるようにならねえとプロとは言えない。木槌の一撃、おしょ残雨の方から。なるほど。よいしょ。落ちこぼれでも努力したらエリートを超えちゃうかもしんないぜっていう祠ですか、これは。え、あ、え、あ、ひどい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 ひどすぎるこれは。あ、まあ、ほんとはつけて思いっきりロケットで回転させてって感じか。ひどっ、なこれマジで。宝箱はここか。あ、これだな。なるほど、宝箱だけは取っとくわ。あれだし、なんかちょっとこうな、あれじゃない、申し訳ないじゃない、祠の人に。ちょっともうちょっとここら辺かな。宝箱は取っときましょう。祠のギミック古虫でやっちゃったんでね。はい、ありがとう。いらない。なんか多くねえぞ、ナニウムシリーズ。昔の文明の人たちは弓しか作ってなかったんですかね。え、一瞬の戦い中途。あ、何？とうとうランク付けされてきた、戦い方に。ウーム株式会社、怪しいっすね。何かありますね、これ。これって壊せないもんな。ありました。おれ！ちょ。あ、いいっすね。旅人の量的にいいですね、これ。で、この岩も持ってくか、あれだったら。これ確かさ、違ってたらごめんなさい。これってさ、ほい。ああ、無理か無理か、いけるかと思った俺がおったわ。弓あるな。だとしたら、よし、外に落とそう。あー、落ちてねえし、こいつ。マジかよ。
待て待て待て、なんかあるはず。あー、あったあったあった、後ろにはしごがあるわ。いやいや、まずは上がります。よいしょ。どこ行った？さっきのやつは？さっきのやつは？おい、痛い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 。そこはマジで。よし、そう。あ、いやでもこいつら体力ねえからこれで死ぬんじゃね。なんで勝てんだよ絶妙に。よいしょ、先手必勝。いいね。で、向こうから攻撃して、とりあえず、あ、横捨てだったんですけどね、俺の中で。ダメだね、ちゃんとヘッドショット狙わないと。まあ上上がるか。さあ2階には誰がいる？おめえか。うわ、マジ、やばい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 。くたばれ。嘘やん、お前なんで不意打ちで倒れるということを知らないんだ。ちょ、イカれてるわ。彼イカれてます。一回ヘッドショット入れてから下に回り寄って、これ目が合っちゃうな。痛い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 。ちょ、強すぎで、こんな体力あるのこいつ。きっしょ。よし、俺これスティック超押しすげえ苦手だわ。ダメだこれ、あのなんか俺の脳の構造がダメです。あのこの1か100でしかコントローラー触れねえわ俺。0か100でしか触れん俺、無理。これちょん押しできない。ちょん押しでゆっくり歩くとかできない。なんでこっち向くんだよ、クソクソゴミが。俺のいろんな時間奪いよってからに。よし来たよし来たよし来た。動かすな、右のカメラだけ動かせ。そう、こういうこと。なんてことをしてくれるんですか。これ上位とかやべんじゃん。注意でこれならマジで MAJIDE。 よっしゃ、あざした。よし、この宝箱うまく決めるぜ。ういー、まあまあまあいいんじゃないか。